こんにちは、速稼塾のコブです。今日はですね、YouTube で動画を撮る際に、声がこもっちゃってるなとか、声が聞き取りにくいなというふうなね、ことが気になる方、またはね、そういうご指摘を受けたことがある方に、効果的なトレーニングをお伝えしようかと思います。で、今回の動画はですね、その上にもう一つ学びがあります。それはコンテンツの作り方でございます。まずはですね、声の出し方で効果的なトレーニングすぐできますので、このストローをね、用意してもらいたいんですよ。コンビニでもらうストローがあると思いますけども、これで、加えて、喋るっていう訓練があるんですよね。まずはね、例えば、どんぐりコロコロとか、そうですね、桃太郎でいいですかね。昔々、おじいさんとおばあさんが、山へ、芝刈りに、川へ、洗濯に行きました。こんなね、物語があると思いますけど、まあ、この物語は何でもいいんですけどね、これをですね、ストローを加えて、昔々、あるところに、おじいさんとおばあさんがおりました。という風に、このストローを加えても何を言ってるのか分かるぐらいの声のね、出し方でトレーニングをすると、普通に喋った時にね、マイクもなしで、特に関連設備もなしで、普通の部屋で聞き取りやすい声が出せるようになるんですね。よろしいですかね。で、ここからがコンテンツの作り方っていう話になってきますけども、実はこのトレーニングの方法は、ここ With チャンネルというところの動画をそのままパクってきたものなんですよね。そしてですね、なんでこのココウィズチャンネルという発声とか、このトークとかね、話し方の動画に行き着いたかと言いますと、実はですね、高級石焼き芋さんという方が、このチャンネルを紹介してたんですよ。で、ここからがコンテンツの作り方の、まあ、このコンテ、なんですかね、カリキュラムになるんですけども、高級石焼き芋さんね、目の付けどころはいいんですけども、非常に惜しいです。なぜならですね、こんないいチャンネルがありますよって言ってチャンネルを紹介しても、自分のアクセスにはならないんですよ。違うんですよ。自分のチャンネル登録とか自分のアクセスしようと思ったら、お、ココウィズチャンネルってチャンネルがあるのか。あ、発声練習をやってるなと。いっぱいコンテンツあるな。よし。じゃあ今日はこの動画を見てみようか。うん、なるほどなるほど。ストローを使ってるのか。うん、うん。それを見た瞬間にパクって自分でやると。それを自分のチャンネルで放送すれば自分のコンテンツなんですよ。そうすると、あれ高級石焼き芋さん、発声のためのいいトレーニング知ってるな。ちょっとチャンネル登録して次も見とこうかなと思って、次のコンテンツを視聴者さんが見ますよね。そしたら高級石焼き芋さんは、ココウィズチャンネルの別のトレーニングの動画でやった動画をさらにアップするんですよ。そうすると、あれまたすごい、なんかいい発声方法のトレーニングのコンテンツ作ってくれてるな。高級石焼き芋さんもまた見なくちゃいけないなっていう風な感じで、まあ話題が話題を呼んでっていう風に感じでね、再生数が増えていったりとか、チャンネル登録者数が増えていったりします。で、ここで、すごくね、このトレーニング系の動画のものすごくいいところは、トレーニング系の動画っていうのはですね、何回も何回も見て確認するっていう、そういう風なリピート効果が出やすいんですよ。でも私のトークとか、なんか別のね、例えば台風でいいですよ。台風の19号のエピソードって、多分1週間したらもう誰も見ないんですよ。だからこれをトレンド動画って言うんですよね。まあこういう風な形で、今回は、まあトレーニング方法も役に立つと思うんですけども、どのようにしてコンテンツを量産するのかっていうことをね、お話してみようかと思いました。まあね、ここまでお話して、ちょっと気を悪くされるかもしれませんけども、確かにね、こんな人のチャンネルありますよって紹介したら、確かに役には立ちますし、楽ですよ。楽ですけども、また次の日は自分のコンテンツを探さないといけないんですよ。でもですね、高級石焼き芋さん、ちょっとこれはね、私からのアドバイスですけども、こういういいチャンネルを見つけたら、それを、うんうん、なるほどなるほどっていうふうに学んで、丸パクリして自分で発信するというふうにね、情報をどんどんね、上流から下流に流す作業をしていかないと、いつまでたっても作業が残って、自分のリピートが、リピーターさんがね、つかないって状況になります。ともすればですね、高級石焼き芋さんにアクセスした方が、ココウィズチャンネルさんに行って戻ってこないって現象も起きますんで、今回のね、私のこの動画、参考にしていただければと思います。それでは最後の方でですね、この高級石焼き芋さんの、このキャプチャー動画、こちらの解説をしながら、動画の方はね、切り替えていきます。それではまたお会いしましょう。はい、それではですね、高級石焼き芋さんのチャンネルに移ります。チャンネル登録者数が61人。そして再生数が6視聴、YouTuber 必見、声が小さい、滑舌が悪い、そんなお悩みの方に朗報ですというね、このタイトルで私は見に来ました。私が見に来ました。お、なんだろうみたいな感じでね、役に立つかなと。そうするとですね、この高級石焼き芋さんは、この動画を紹介してるんですよ。ちょっと見てください。あるいは、話し方に悩んでいるということは、という方はいないでしょうか。実は私も、まあ、直接ではないんですけども、声が小さいということで、私の、まあ、先生に、まあ、間接的にではあるんですけども、
まあ、もしかしたら私ではないかもしれませんけども、まあ、多分私も含まれているのでしょう。関さん。はい、こういうふうにね、高級石焼き芋さんが右下で解説をしながら、まあ、顔はね出していらっしゃらないんですけども、このココイズチャンネルさんのチャンネル登録者数のアップにね協力しているということですよね。でもまあね、 4.64 万人もいらっしゃるんで、そうですね、まああんまり協力しなくても大丈夫ですよ、うん、でもまあこういうふうにいいチャンネルがあるのを紹介するのは悪いことではありませんので、これからも続けていっていただいていいかなと思います。ちなみにですね、このココイズチャンネルのちょっと動画、個別動画を見てみましょう。はい、切り替えます。本日も動画を開いてくださってありがとうございます。ココイズチャンネルの早川です。本日は声が響かなかったりこもってしまったり、あと息声、さらに喉声ですね、こういった声のお悩みを速攻で改善する、そんなトレ、はい、まだね、前置きが1分ほど続きますんで、本題にはなかなか入らないんですけども、で、トータルの時間、再生時間が7分2秒ということで、7分の動画になってます。で、かなりね、編集とかもされていて、多分、バッドテイク、NG とかもあったんでしょう。リテイクもあったと思います。私の場合はもう一発撮り、取って出しなんで、取って出してるんでね、編集なんて全くしないんですけども、ただね、編集するときも私もあります。編集するとね、結構気合の入ったセールスページになりますけども、まあ、今回の動画っていうのは、7分の中にもかなりね編集のスキルとかをで BGM とかも入れてますし、とってもなんかこうテレビのね、なんか朝の番組みたいな作りになってます。とても爽やかで、この表情もいいですね。多分ね、照明とかもしっかり使ってると思うんですよ。かなりコストもかけてると思いますよね、うん、で ここまでのレベルをいきなりやりましょうってことではないんですよ、うん、私が先ほどやったようなって、普段と同じ放送にストロー1個足しただけだと思うんですけどもね、あのくらいでいいんですよ、うん、でそうするとチャンネル登録者数さんは数千人上がっていきます。でこの方は4万人以上のチャンネル登録者数さんを抱えていらっしゃいますよね。だから1万人以上とか2万人以上になってきたら、こういう風な編集っていうので差をつけることは必要かなと思いますけども、まだね、5000人とか1万人いってない段階では取って出しで十分ですよ。もうとにかく数をいくことと、自分のコンテンツをどん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 作っていくことなんですよね。で、コンテンツがそこそこできて人数が集まってきたら、質の高いものをやっていけばいいんですよ。でこの動画っていうのは見てください、評価がありますよね。高く評価、私も押しますけども、344高評価なんですよ。で低評価0なんですよ。このバランスが素晴らしいですよね。かなり気に入られてるってことだと思います。はい、ですからね、この気に入られてるチャンネルを自分で丸々、コピーして自分のものとして発信するということがね、自分のコンテンツ作り、それからファンの方にお役に立てるようなメッセージになると思います。もうちょっと再生してみましょうか。出してみましょう。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。はい、本題に入るのが2分ぐらいですよね。でストローが出てくるのはこのあたりです。声を出してみてください。そうするとかなりこの振動というものが伝わるんじゃないでしょうか。もう一回いきます。しっかり振動させるように。はい、非常に丁寧に作られてますよね。まあこんな感じで、このココイズチャンネルさんがね、丁寧に作られたものを私はザックバランに自分のチャンネルで、放送することによってね、あ、この久保さんの発声シリーズ見てみようかなって思う方がいるかもしれませんし、まあ私は続編作りませんので、興味がある方はこちらの方にチャンネル登録していただければいいんじゃないかなと思いますけどね、今回のテーマっていうのは、まあどっちかっていうとね、発声の正しい出し方だよっていうよりも、コンテンツの作り方はちょっともったいないんで、こういう風にしてみてはいかがでしょうかという提案でした。皆さんもご活用ください。それでは失礼します。